し、小早川さえ、言いますぅ。まぁ、あ、行さん人がいはるんやななんやおもろいこと、始まりそうやね。花村翔馬、元歌舞伎役者よ。舞台のど真ん中に立つために、アイドルになったのさ。森野凛瀬と申します。どうぞ。 よろしくお願いいたします。歌って踊れる声優アイドル、宇佐見星からやってきた宇佐見こと阿部ナナです。や,はやあ、俺は渡辺みのり。たくさんのアイドルが集まるプロジェクトに呼んでもらえて嬉しいな。どうもどうも、三つみねゆいかです。つかぬことをお伺いしますが、こちらはドッキリ会場などではなく。 神崎蘭子。<laughs> 我が名を称えし者は、そなたか今こそ、召喚に応えようぞ神崎蘭子です呼んでくれて嬉しいなぁ。僕はアスカ。二宮アスカ。ああ。 プロジェクトのことは聞いているよ。そして君がプロデューサー、ね。我が名はアスラン・ベルゼビュートニューセこの世の罪を背負いし、堕天使サタンのしもべ。大いなる宴の明動を受け、召喚に応じた。水本ゆかりと申します。幼少の頃よりフルートを。近頃は、 アイドルをやらせていただいております。冬美純です。大掛かりなプロジェクトが始まると聞きました。以前はこういうことに興味はありませんでしたが。葵京介、元サッカー選手だよ。いろんなアイドルが集まるなんて楽しみ。指示をよろしくね、監督。俺、葵祐介、元サッカー選手だよ。世界最強を目指していくから。 これからよろしくな、監督プロデューサー殿に敬礼ヤマト・アであります鍛え上げた体と心で、厳しいアイドル界を戦い抜きますよ私は高坂海いろんなアイドルが集まるなんて アリス川夏はよせっかくこのプロジェクトに呼んでもらえたんだものトップ以外の目標はありえないわプロデューサーロコはイノベーティブなこのプロジェクトで自分のイメージをアクチャライズしたいと思っていますはいマイタルイだよコールミンマイケルこのプロジェクトはソーエクサイティング何が起こるかとっても楽しみだよね 五十嵐京子、趣味はお料理、洗濯、掃除、家事全般です。新しいプロジェクトでの挑戦、すごく楽しみにしてました。佐竹美奈子です。ボリューム満点の笑顔を、このプロジェクトでも届けたいなって思います。月岡こがね、長崎出身ばい。うちがおったら、トップ間違いなし。 大船に乗ったつもりで、任せとって三村カナ子です。特技も取り柄も特にないと思っていた私が、こんなプロジェクトにまで参加できちゃうなんて、魔法みたいです。うずきまきです。アイドルとして、ケーキの素晴らしさを世界中の人たちに伝えたいと思っています。チョコアイドルの園田千代子です。 っていうのは、もうご存知ですよね。どうぞ、よろしくお願いいたします。どうもどうも、福田のりこです。ドリームマッチみたいなプロジェクトに呼んでくれて、ありがとね、プロデューサー。タイガー・タケル。話すのは、どうも苦手だ。新プロジェクトにも全力で挑んで、アイドルのてっぺん、取ってみせる。もちづき。 あんな、このプロジェクト、すごく、楽しみにしてた、よ。高城教授、意気込みとか気の利いたことを言えなくて、悪い。話すのは得意じゃないが、やる気ならある。高藤過去です。ナスじゃなくて、過去ですよ。 お約束のご挨拶ですね。ミクは猫ちゃんアイドルなのピーちゃんのプロデュースで、このプロジェクトでも輝いちゃうからねじゃじゃーんついに手繰り寄せてしまったね、ポロちゃん最高に可愛いアイドルアカネちゃんとの絆をてんつくてんてんぶんちゃっちゃーん 我が輩は、猫柳霧よ。またの名を、猫柳亭霧の字でにゃんす。